はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。何体かですね、5段階改造をしました。まずはダブルゼータですね。カスタムボーナスがハイメガキャノンと名の付く武器のエネルギーマイナス20で気力マイナス10と、これも結構いいですね。で、あとは、ニューガンダムはもともとカスタムボーナスついてて、クスイガンダムですね、ファンネルミサイル攻撃力プラス200、移動力プラス2ってなってますけど、こいつ半端ない予想すると移動力プラス2って、移動力デフォルトで9ありますからね、こいつはマジやばいっていう。で、クロスボーンガンダムも上げましたと。ここか。全ての格闘武器、バリア貫通が付加しクリティカルプラス30と。で、F91 も上げました。ベスパーの攻撃力プラス300で、射程がプラス1になってますと。なので、これベスパーもかなり強くなりましたね。まあ、それを考えると、やっぱり F91 はこのまんまで終わっちゃうのかなっていうところもちょっとありますけど。で、ストライクフリーダムがスーパードラグーン、弾がプラス1、気力マイナス10と。あと、クアンタ。エネルギー100で、自軍のフェイス回数時に、味方ユニットのエネルギーを20回復と。で、あとは、ユニコーンはもともとニュータイプ専用のものが上がりますと。あと誰だ ?50 になってるやつ。あ、そうだ、ヒュッケバインとクルンガストだ。ヒュッケバインは運動性20のエネルギー100。クルンガストは、走行300のエネルギー100と。で、主人公機はもともとついてたので、強化スロットプラス1個ですね。まあ、以上な機体が、50% になってるんで。じゃあ、このまま25話へ進んでいきましょう。地球近海ネイルアガマ通信室。ロンドベルを潰すための暴走したからよこせみたいな。知らなかったの？アルベルトさん。スペースノイドを殲滅する力、強化人間を乗せればいい。アナハイムは連邦につく。組織の意向に反することに。我々はあれから脱退するつもりよって。若造のもとにつけというの。若造か。ああ、アマルガムもいるんだね。そっかそっかそっか。テッサがいるもんね。ビスト財団がアマルガムにいたんだ。ってことは若造はあれか、テッサのお兄様かな。第25話、孤立。あと1機か。どうしようかな。なでしこかな。
が赤いね。上陸したいとの声が上がっている。だいぶ街がめちゃくちゃだね。お、整備士やるんだ、拓也。ナインも言ってたんだ。海中に生物は生息していない。微生物さえも存在しない。街は完全に死んでいる。マイトたちの世界が一番安定してるね、そう考えると。西暦？新西暦？どっちだ？わからん。今いるのは宇宙世紀でしょ？真田副長がナンパか？探求において直感というのは大事だ。え、知らなかったの？相良宗介、千鳥要。お、至急戻れってことか。警戒態勢を怠るなよ。輸送機ガルタ級か。
ルダークも生きてんだ。ジーハウンド。力づくで来るか。ネイルアガマは格の子。直属の G ハウンド。旧ティターンズ系が多い。想像以上に腐敗しているって。実力行使。ハンブラビとかいたね今。ネイルアガマは格の子。
ギャザンもいる。ジェリドもいる。こいつらはさすがだな。強すぎだろ。さすがだな。15機、まあ、いつもの3つでいきますか。ダブルゼータ、ニューガンダム、スイガンダム、ホイホイ、キラ出してホイホイと、あれユニコーンが入った、ちょっと待って、創
すると誰か一人抜かないといけないね。ナイトガインはねタックポイントのために入れときたいからねじゃあちょっと今回はブラックゲッターとグレートマジンガーでアキトを外すか。せっかくなでしこを出したけど、あーやっぱアンマルガもいるね。こいつね、名前忘れたけど、あーガウルン、ガウルン、こいつなんて初めて見る。中国系の名前か、読めん。ああそうかそうかそうか、母体がエウーゴだからか。あれ、バナージ海の中にいるじゃん。いや、すべてを俺がもらう。急げるやつは急ごう。ポックの方だな。こっちのやつがそのまま上に来ると潰し合いが始まるから、すべての資金は俺がいただく。大丈夫か。こいつも加速は持ってたよね。なでしこかな加速。あ、ハーリーいつの間に覚えたんだ。こいつ全然精神ポイント、精神コマンド覚えてないな。こいつも全然覚えてないな。さすがに加速ないか。あ、そうか、アムロ再攻撃持ってるんだ。技量上げとくか。
回も加速使う人によって精神ポイントが違う、まあ、加速っていうか精神コマンド自体が。またハローが覚えてるかどうか、覚えてねえし。加速20だね。トビアとか15だったからな。ゲッターを早く3人乗りになってくれないかな。あ、こいつ出てるんだ、しまお。これリゼルか。ハンブルビとかさ、バイヤランとかでさ、なんとかなんのあいつら。だいぶ昔の機体だよね。潰し合いが始まってしまった。まずは先に連邦を叩こう。なんか来たよ、ダグザ。ならば自分もその反逆者です。自分を離脱しますって。なんということだ。
とさてさてさて、ダークアイランドを前に出すか。メガリッシュ砲で撃てるやつを撃とう。バイオセンサーも発動したね。で、ここを中心に叩きるやつから叩いていこう。こいつも加速だとかやって、こいつはリップスラッシャーを打っていかないでしょ。何？倒せないか。トビアも加速。ベースは追ってこう。まあ、下からの機体は来たら撃っていけばいいか。痛い。ダブルゼータ、お、フルパワーがある。誰を狙うかな。普通のこいつを狙うか。やっぱり回復キャラ一人入れた方がいいかな。ってかジェガンかよ。なんかいいや、搭載しとこう。マジでモブキャラ多いな。G コンビネーションもはやわからん。馴染みすぎてて、こいつはちょっと待って、ビームライフルで逃走。使えるようになったか。5ターンって結構長いからね、多分大丈夫だと思うんだけどね。鉄壁を持った受動狙いか。イカみたいなモビルスーツって、あ、そうか、ヤザンさん すげえな、ヤザン。
サイコフィールドなんて持ってんだ。ラザン、ユータはいい加減しつこいんだよ。ユゴ、ここまでやるとはな。てかイカさん当ててきたか、さすがだね。そう考えるとゲブライト艦長狙われてるし。ロンドベルなど無謀の衆に過ぎないんだよ。こいつでとどめだ。落ちろ。対空防御。あれ、これもしかしてさ、ファイアランカスタム。ただ回すなよ。メガリウス砲、撃て。そしたか。そこか。まさかジェルトにバイアランカスタムを乗せるとは。そうか、別にスーツケ出してないからね。よく考えれば。ガルダをちょっとほっといて、さてさてさて、こいつバイアランカスタム、バイアランカスタムだ。やっぱりあの戦闘シーンは確実にバイアランカスタムを意識してたからな。こいつ厄介だよな、ガウルが。落とせるやつ落としてこう。どうしようかな。グルンガスト必中をかけてファイナルビーム。一目で強敵だって分かる相手だけど、これでおしまいにしちゃうから。ファイナルビーム。装甲の1回ぐらいくれてやる。女がノコノコと出てきたか。よし、ユボロスだ。あれ、ラムサスとかいるの？落ちろ。あらら、向けた方に来ちゃったか。ブライセキティブラ表示相当します。行けますよ、艦長。今です。動けば何とでもなるんだよ。少し進むか前に。どうしようかな。あれ誰だっけ、フェアリーなんとか積んでるのって。忘れた。まあいいや。サンダーブレイクの前に倒し忘れるから、やっぱりヤザンを先に倒しておこう。 NTD は発動させて、キラーで倒すかね。ビームライフルでいいでしょう。さすがだな、ただヤザン。火力
を集中させる。ここしかない。これで。何だと。あれ、どこに行ったっけ。ここか。アダプター持ってんだ。あれってあのヤザンさんかね。テクノロジーも俺の前では無意味だ。暴れるともっと痛くなるのに。消す。こんなものは余裕でかわせるな。別に前進しよう。一撃でスクラップにしてやるぜ。こいつでしまいだ。これクワッタの隣に置きてえな。エネルギーがなさすぎる。でこいつはちょっと腹痛とないとこう倒せる敵は倒しておきたい。とことんまで愛し合おうぜ、ガンダム。くらえってんだよ。これで終わりとは考えにくいが。あれってか、そうするとエルスって出てくるのか。今回マイトマインこいつら任せるか。
ブルゼータはいいね。移動後のハイメガキャノンと普通のフルパワーがあるし、パイロット受動でやる必要があるんだ。そうか。あ、こいつあれだったか、一般兵じゃなかった。ユニコーンこっちの方まで行くか。さすがにちょっと厳しいもんがあるな。LTD、この力があれば。よーし、いいぞ。来た来た来た。こいつを使ってみるとするか。簡単に当てるわけには。こいつブランブルダークじゃねえか、よく見りゃ。あのアッシマのパイロットか。相手モビルアーマーか。これだけの攻撃ならば。流れが悪くなってきたね。これを退屈させないでくれよ。勢いは勘がそれだけだ。レッカをこいつにぶち込む。そんな手品に惑わされるかよ。距離を詰める。打ち込む。大サービスだ。ほっとけ。こいつから逃れる術はないのさ。君たちはちょっと出る出番がないけどね。こいつをよく狙ってくんな。バリアもあったらね、マジ強いわ。これちょっと無理だな。防御しよう。先行の防御って何なんだろう。さて、ナイトワインでこいつを倒そう。
ラジウムリアクター主人公系の機体はちょっと出しておくか。ソウスケもそうだけど、アンジュも出すか。まずはジェイドからいくか。落ちろ。あらら、避けた方に来てたか。4500。今は僕ができることを。この力で。これまでか。お、金塊。なんであいつ金塊なんて持ってんだ。タイミングなそこまでだ。畳みかける。だてにガンダムに乗っているわけではないか。独立部隊の権限はすでに剥奪されたのだ。最初の動きはフェイントか。当ててみせる。インファンヌ、これで。これがガンダムの力か。援護攻撃のな。てか、なんで発信が2個目にあんの。超使いづらいんだけど。速やかに戦争を終結させることが先決でしょう。艦首、敵方向へ。敵を捕捉しました、艦長。グラビティブラスト、攻撃放射。命をかけている。こんなところで平和を乱す者に容赦はしない。なでしこならこれくらい倒したいな。トピア、ビームザンバ当たるね。相手が戦艦ならそれなりの戦い方をする。動きが見えた。そこだ。こいつで総理大官、急げ。ガルダ級。ちょっとこいつも残ってんのか。でもここら辺がだいぶ片付いたからな。あと2人だけ。権力を重ね、力で人を支配しようとするか。こいつは強力すぎる。
かったと思え。俺のも自分を見るのはごめんだ。距離を詰める。全弾撃ち込む。大サービスだ。何だ、反撃直撃か。こいつから逃れる術はないのさ。フライトモジュール、バンク車とかさ、フライトモジュールつける必要なくね。相手の気に飲まれる前に、こいつからは逃げたって無駄だ。そこだ。ジオンの旧敵、恐るべき力だ。ロンドベルが出てきたか。プレッシャーに飲まれるものか。俺に任せな。そらそら、行ってくれ。大丈夫かこれ。ガンダム、データ異常か。あれ、アイフィールドだ。1800バナージできるかな。一応祝福かけちゃおうと。パーツスペアリペアキットだけか。結構入れればなんとかなるな。LTD、 この力があれば。これで落ちてくれ。これがユニコーン。こんなところで私は。もう覚える覚える。補給をどうするかだよね。射撃アップ、技量アップ。お、アタッカーあるんだ。アタッカーは欲しい。高そうだけど。
エールアガマ格納庫。てかバナージとオードリーってどうやって出会ったの？同じ匂いを感じたか。とりあえずダグザは死なないかな。死なないかなって別に死んでほしいわけじゃなくて死なないのかなっていうあれっすけど。とりあえずジェガンに乗ってるしな。ロトじゃないんだ、ロトじゃ。
じゃあまたファクトリーを覗きましょう。ブースターガンね、買おう。ブースターは買っとく。移動力がプラスされるのはでかいからな。で、スキルルート。スペシャル系かな。あ、もう全部あるじゃん。2000とかするんだ。SP 回復。あ、でもこれにレベルはなさそうだな。アタッカーもレベルはないからな。戦術待機。これもな、結構いいんだけどな。覚醒かかるっていうのがいいよな。ダッシュは2つ、いつの間にか2つあるな。アタッカーマジで欲しいな。2000か。とりあえず今ある1個は主人公につけて、スキルプログラムとか他のをなんかつけないといけなきゃならないからな。まあいいや。とりあえずじゃあ第25話孤立はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。